次は毎週水曜日の暮らしと健康企画、元気丸ライフ。今日はテーマ、カフェインの過剰摂取です。受験シーズン真っ只中のこの時期は、集中力を高めるためにカフェインを含むコーヒーやエナジードリンクを飲むという受験生も多いと思います。はい、手軽に摂取できるカフェインですが、大量に摂取すると中毒症状を起こしたり、場合によっては命に関わるような悪影響を体に及ぼしたりすることもあります。もう少し頑張りたい、眠気を覚ましたいという時に頼りになるカフェイン、その効果や注意点について県薬剤師会に聞きました。そもそもカフェインっていうのは、まあ、皆さんもご存知のようにコーヒーとかですね、その食品の中に含まれるもので、コーヒーという天然物から抽出した言ってみれば天然の成分ということになるんですけれども、体の中に入って脳を刺激して、興奮作用を示すということですね。すっきりすると、眠気を覚ますとか、あとは倦怠感を軽減するとかっていう目的で、そういう作用があるというふうなところですよね。欧州食品安全機関は、健康を維持するために望ましいカフェイン摂取量を1日あたり 400mg 未満、1回あたり 200mg 未満と示しています。取りすぎるとどのような症状が現れるのでしょうか。過度にとれば震えであるとか、あとはめまいであるとか、それと動悸とかですね、不整脈とか、そういったものが起こるというふうな可能性はありますね。特にエナジードリンクについては、コーヒーと違い甘くて飲みやすいことから、飲みすぎによるカフェイン中毒が発生しているといいます。2015年には福岡県の20代男性がカフェイン中毒で亡くなる事故がありました。男性はエナジードリンクを日常的に飲んでいて、さらに胃の中からはカフェインの錠剤も見つかりました。死に至るケースは稀ですが、症状が出た場合、救急搬送をして処置をしなければ危険な状態に陥りやすいため、十分注意が必要です。若者の過剰摂取については、薬物や違法ドラッグの入り口になる可能性があるという見方もあります。中高生のカフェイン摂取や影響を研究している教育関係者は、エナジードリンクを日常的に飲む中高生は増えていると指摘します。令和元年度に、本校で行った調査の結果なんですけれども、そのエナジードリンクを飲んだことがありますかという質問に対して、もう中学生で5割がもう飲んだことがあると。で、中学生よりも高校全日制の生徒、全日制よりも定時制の生徒といったように、飲んだことある割合も上がってますし、普段から飲んでますっていう回答も上がっています。日本国内では摂取量の基準はありませんが、カフェイン含有量の上限は定められています。錠剤などの医薬品で最大 500mg、 栄養ドリンクなどに代表される医薬部外品で 50mg までとされています。しかし、エナジードリンクが該当する清涼飲料水については、具体的な基準は定められていません。厚生労働省はホームページで世界各国の規制状況を紹介し、注意を呼びかけています。エナジードリンクは1本あたりのカフェインの量がコーヒーを上回る 140mg を超えるものもあり、飲むときには成分表示を確認し、適切な量を摂取することが大切です。はい、うまく付き合えば頼りになるカフェインですが、摂取しすぎないように、たっぷり睡眠をとるなど、疲れをため込まないようにすることも大切です。以上、元気丸ライフでした。